こんにちは。今日もなんとなくやってみます。武器がまだ紫なので、金になるまでチャレンジとかで強化していきます。ということで、チャレンジスタート。今回はスピードが強化されていて、経験が入りにくいようです。いろんなチャレンジやってきましたが、場合によって簡単と難しいと分かれます。今回はどうでしょう。ちなみに強化パーツを紫まで成長させたら、オプションがつくようになりました。レーザーは動きを遅くする効果があります。ドローンは相手を捉えてくれるようになります。今回はドローンを選んでいきます。狭いステージなので、ドリルとブーメランを選びます。ブーメランはあんまり強く感じないですけどね。このボスは固定の花ですね。普通に倒します。特に問題なしでした。敗者になりました。強いのか分かりませんね。次のボスはヤクルト。警戒が鬱陶しいですね。スピードがあるおかげで回しやすいです。倒しました。ちょいちょい携帯に当たりましたので、微妙に体力減りました。体力もレベルアップするために回復するので、じわじわ回復します。ランク5の中ボスは分かりにくくて困ります。中ボス倒しました。
とか答えているので破壊者も良いかもです。で、トゲのある戦闘中です。この狭さでこの敵は辛いです。じわじわ当たっていますね。何発か当たりました。それなりにもらえるのでチャレンジ良いですね。もう1回します。スピード2倍でにします。またやられました。3個目は開けれずですね。最後までご視聴ありがとうございました。